い、はい、この特撮放課後にほぼ毎回出演されているライターの馬場さんなんですけども、はい、特撮評議会、早稲田大学の特撮評議会の学生時代 ね、 そうですね、一員であられて、はい、そしてこの、特撮評議会では、スタッフとしてね関わられた人たちに、ね、はい、あのインタビューをするこういった本をね、はい、出されてるんですけれども、その最新版として、監督一の流一の世界という本が、はい、出たんですけれども、今日はこちらの話題をしていきたいというふうに、はい、思います。はい、お願いします。はい、いかがでしょう。はい、この早稲田大学特撮評議会、まあ、僕はもう OB なんですけれども、今までそう、監督さんに、インタビューして、それの内容を本にする形で、まあ、同人誌活動させていただいてるんですけれども、まあ、これが実はもう4人目ということで、まあ、思えば特に来たもんだという感じなんですけれども、まあ、今回インタビュー、僕はちょっと手伝っただけで、全然今の現役の会員 の、 作った本なんですが、一野隆一監督、その、ウルトラシリーズであったり、平成のブースカーであったり、セーザー X であったりで、現在 の、 そのウルトラシリーズで、2019年ですね、 の、 ウルトラマン、ウルトラマンタイガーのメイン監督も務められた、まさに今がもう旬、全く旬の、まあ、一応監督に今回インタビューを、しかもちょっと、2回インタビューさせていただいた内容を、まあ、かなり分厚くなってるんですけど、まあ、ボリュームたっぷりで今回も本にさせていただいて、まあ、それをこうこちらの、ネオ消防さんの方でも貸していただいているということで、本当にありがとうございます。いえいえ、もうねすごいんですよ。もうネットでの注文もね、うんうんうん、ひっきりなしに来るし、お店に買いに来る人もね、あ、ただそのね、お店に買いに来る人もね、はい、割とね、女性がね、結構いてね、一野さんって女性人気なんだなってね、ちょっとうん、うん、思ったんですけど。そうですね、まあ、撮られてる作品の傾向とかもあるのかもしれないですけど、そう、やっぱりちょっと特撮というと、結構やっぱりウルトラマンもやっぱり男の子向けの作品っていうのがまあ長く続いていく方もあって、まあ、それがやっぱり近年のちょっと女性層にも人気あるっていうのもあって、多分ひょっとしたら。まあ、監督のお話なんて、かなりその演出から何からかなりディープな話をしているんですけど、その中でも多様な読者の方がいるということで、僕もすごい嬉しく思ってますね。そこ、僕は一野監督がやっぱり最初に印象的だったのが、はい、ウルトラマンガイアの怪獣の身の代金という話で、非常にこうガイアっていうのは基本的にはその宇宙人っていう形での明快な侵略者像っていうのは出てこないんですけれども、民間の人が宇宙人を語って怪獣の身の代金というタイトル通りの展開をするというですね、ちょっとコミカルな内容でね、太田愛さんの脚本で、それをこう一野監督が演出して、非常にこう特撮カットなんかもね斬新だったし、そうですね、やっぱりこうあれが確かウルトラ特撮最初に、もうウルトラもそう、怪獣の身の代金が最初ですし、もうなんだ、特撮シリーズに実際に特撮の作品に携わることそのものがやっぱりそれが初めてだったというふうにおっしゃってますね、この中で。この中で特撮作品に初めて関わって新鮮だったことっていうのが書いてあって、はいはい、 そうですね、そこがねすごく面白かったのは、はい、僕もね実はダイナの最後かな、特撮の現場を見学に行ったのが、取材で見学に行ったのが、はいはい、ダイナの現場が最初だったんですよ。そうなんですね。それまでね、平成ゴジラ の、 記者会見の時に、うんうん、ちょっとデモンストレーション的にちょっと 撮ったりする、ああ、こう着ぐるみがこう出てくるやつですね。ああいうのは見たことあるんですけ ど、 あ、なるほど、本当に撮影してるところに、横からお邪魔して見せていただいたのがダイナが初めてで、 あの時に驚いたのが、ミニチュアってどういう風に飾ってるんだろうっていうことも知らなかったんですよ。だから絵コンテって撮ってるとかっていうようなことっていうのはもれ聞くんだけど、うんうんうん、そのことの意味っていうのが、うんうん、やっぱりちゃんと分かってなくって、ですよね、つまり絵コンテっていうのは何かっていうと、完全にその特撮ステージの上で
取られるものじゃないですか、特撮場面っていうのは。だからあのカメラ位置っていうものを決めて、うんうん、カメラ位置を想定して飾り込んでいく、はいはい、だからカメラで撮った映像の中で手前に木立があるならば、まあ、木立を作ると、うんうん、で木立の向こう側にウルトラマンがいるとしたら、カメラ の, あの被写体深度の関係で、うんうん、木立とウルトラマンの間は何もなかったりするんですよ、ね、そうですね、ここあの単なる平台だったりするわけ、ここにあってウルトラマンここみたいな、でここの間はただ単なる平台だったりする、でベニヤ板みたいな感じだったりするんです、うんうんうん、でそれをあのだからそれは映らないからまあいいわけなんですよね。そうですね、特撮ですから。そうそうそう、だからそういうようなことも僕はもう全然あの知らなかったし、だからあの一野監督が驚いたのは、ミニチュアってどうしてあんなにすごくいっぱい並べられるんだろうと思ってたら、うん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 、まず怪獣とウルトラマンの動きを先に決めて、うんうん、そこからあのカメラワークを決めてから飾り込むんだよって言われて、はい、おーなるほどと思ったのかとか言ってて、なんか一野監督の新鮮な感じがね、あの当時特撮ってもの知らなくて新鮮な感じっていうのが、しかもその最初が面白かったですよね、はい、コンテを全部書いて打ち合わせに臨んだら佐川加藤特撮監督がなんかもうなんかビリビリに破いて怒って出てっちゃったっていう、ね、いや話だね。そう、佐川監督といえば結構そういう、まあ、いろんな意味でそう伝説的な方っていうので、まあ、あの一応監督だけじゃなくていろいろな方もあのおっしゃってることではあるんですけど、そう、まあ、いきなり入ってきたいきなりがそれだったっていうのでね。そう、あの一野監督ってもともとバラエティとか情報番組とかのディレクターもやられていたような、そのもう言ってしまえばそのすごく監督、映画監督っていう、そういう劇、いわゆる劇映画の監督的な人とはちょっと違うというか、もちろんそういうのも今村翔平さん の学校を務められてたその学校出身もあっていうこともあって、すごくそういうところもあるんですけど、まあ、そうじゃない劇映画的な部分以外の部分でからいろいろキャリアを積んでいらっしゃったと。で、ドラマの監督もされたって、そういう経緯もまあ本当にすごくものすごく詳細に語っていらっしゃって、TBS で局員じゃない人がディレクターになれない監修だったのが、うん、はいはいはい、一野さんが監督になって、うんうん、だけど一野さんやっぱあんまり一つところにすごくずっといる人じゃなくて、そうですね、監督にならせてもらったのにすぐ別のところに行っちゃったとか、そういうこうエピソードもね、うんうんうん、書いてありましたね。いやすごい、もう昔から結構らしいことされてたんだなというのが、僕も読みながら、あ、なるほどって思いましたけれども、まあ、そうですね、かなりウルトラマンのことだけじゃなくてそういったこともすごく語っていて、まあ、その上で今言ったようなそういうウルトラマンの話っていうので、まあ、そうガイアでのその怪獣の身の代金と、あと再会の空の話から本格的に、まあ、ローテーション監督として非常に多くの本を捉えたコスモスの話と、まあ、どんどん時系列的につながっていくわけですけど、そう、木戸さん、ちなみにコスモスとかで石野監督の回で印象に残ってらっしゃるエピソードとかってありますか？そうですね、やっぱりこう一野さんの持ってるそのこうコスモスイズムっていうね、うん、あ、はいはい、ところでその怪獣っていうものに対する眼差しっていうのがやっぱり非常に感じられるというふうに、うんうん、僕なんかはこう、そうですね、思いましたよね、うんうん、かなりそうですね、この本の中でもそういうふうに一応監督自身おっしゃってますよ、うんうん、だからそれがやっぱりその、ニュージェネレーションのウルトラマンにもこう、うんうん、継承されている感じがあって、ね、コスモスイズムの継承っていうのが、うんうん、やっぱりこの本の中で監督中心にものを見るっていうことの中で、はいはいはい、やっぱりこうきちんと浮き彫りになったなっていう感じが、うんうんうん、そうですね、そこはなんかしましたね。一応監督ご自身もその要はこれインタビューした当時が最初のインタビュー前半の部分っていうのが大河の放送が終わった後なんですね、ウルトラマン大河の、うん、やっぱりその自身としても多分振り返るタイミングとしてもすごくタイムリーだったのかなというふうにも思いますし、だからキャリアをこうガイアとかコスモスからこう通してかなり長いスパンで振り返ってたこともあって、そういうかなり観念的な根源的な部分も含めて振り返ることができたっていうのは、うん、まあ、僕も読んでて思いましたし、そう、まあ、インタビューのところちょっと自分もまあ、同席させていただいてかなり演出の部分の話も多く聞けたので、まあ、割と根源的なその一の演出の部分みたいなところは、うん、そう深く蹴ったかなと。まあ一応監督ってさっきも言ったように特撮畑出身ではないので、その持ち味っていうのってやっぱりその人間ドラマのパートとかコメディ演出の部分にすごく強くあるっていうふうに、まあ、僕も思ってましたし、まあ、そういうふうに見てらっしゃる方もすごく多いと思うんですけど、だからそれに関して、まあ、かなりこう具体的なところからいろいろと話していて、そう、まあ
コスモスで言うとその単発界とちょっと別の角度でその最終章最後の5話分っていうのはコスモスってすごく重要エピソードになってそこで最初の2本をあの一郎監督撮られてるんですよね。そう2作目にして結構終盤のそういう大事な部分を任されてるっていうのもすごいことですけど、まあ、そこで結構その、まあ、最終章のっていうかコスモス全体でも重要なシーンであの防衛軍の長官と、春の武蔵の対話シーンっていうのがあるんですけどそこでかなりあのまあすごくハイレベルな芝居というかすごいあの素晴らしいシーンがあるんですけれども、まあ、そこの部分をこうサンプルにとって一の演出の凄さっていうのと、まあ、一郎監督がそれを演出する際に何をこう意識したかっていうので、まあ、カットバックとの重要性であったりとか、まあ、芝居っていうのはどういうふうに引き出すべきかその若い役者の芝居っていうのはどういうふうに芝居をつけてどういうふうにコミュニケーションを取って演出っていうのをしていくかっていう、まあ、そういう部分をすごく強く話されているっていう、まあ、ウルトラマンとかそういう作品を深くあの見る上でもすごく面白く読める本ですし何だったらちょっと監督を目指す方にもすごいあの演出はこういうふうにすると芝居っていうのはできるっていうのは かなり具体的に話していてそこはあの面白いというか今配信もいろいろコスモスもニュージェネもあるんでそういう映像を見ながらこのシーンではこうやってたっていうのはかなりあの面白く見れるんじゃないかなというふうにも思いますね。うん、やっぱりあの会話をしてるシーンっていうのはあの例えばシナリオでは誰かが重要なことを喋ってるって例えば2人で喋ってるって相手役が聞いている、うんうん、聞いている人のことは書いてないわけですよね。そうですね。まあ、点点点点とかね、うんうんうん。でも実はどっちを映すのかっていうのが演出なんですよね。うんうんうん、重要なことを言ってるからこそ、例えば愛の告白なのかもしれないし、はいはい、これから地球を守るために決死の戦いに赴くというような意味での重大なセリフかもしれない。うんうんうん、だけどそれが聞いてる側がどういうふうに受け止めてるのかっていうところをどこで出すのかっていうのがすごくこう重要なところで、だから相手が重要なことを喋ってる時にあえて聞く側の方を映すのかとかね、うんうんうん、そういうようなところのあの工夫みたいなものっていうのはすごくあるし、あと僕面白かったのはやっぱり若い人への演出っていうことでとにかく萎縮させちゃいけないと、そうですね、あのもう昔みたいに叱ってねあのとかそういうのはもうあのダメなんだと、とにかくリラックスさせてあのいいところしか言わないみたいなことを言ってましたね、はいはい、おっしゃってましたね、そう、うん、役者の方とのそういう、まあ、要は演出家としてのコミュニケーションの取り方っていうので、そう、まあ、特に若い役者として演出する場合、やっぱりウルトラマンってやっぱり若いキャストがメインを張ることってかとにかく一番あると思うので、まあ、それを演出する上でのやっぱりそういう心構えっていう、まあ、ところと、まあ、それがどういうふうにこう画面に出てるよみたいなところとか、うん、そう、あとはこうそうですね、まあ、その役者 あのいろんなこう今までの作品に関わられた役者の方とのお話もたくさんされてるんですけど、まあ、今ウルトラマンの話とかもメインで話しましたけど、まあ、やっぱり一郎監督といえば、まあ、朝鮮艦隊星座 X であったりあの平成ブースカであったり、まあ、本当にそういう、 こうウルトラマン以外 のそういう作品もすごくたくさん撮られていてすごく印象的なんですけど、まあ、その中でやっぱりあの知り合った赤星翔一郎さんという、まあ、これはウルトラシリーズでもすごく、まあ、バイプレイヤー的にすごく何度も出られている有名な方ですけど、この赤星さんとのお話っていうので、あのこの表紙も実はあのこれいつもの特撮評議会のインタビューもちょっと背景が違うんですけど、この背景っていうのがその市野さんと赤星さんで経営されているあのお店 あのピカイチというお店があるんですけど、そこでちょっ撮らせていただいた写真になってるんですよね。だ結構その平成ブースカでも赤星さんがあのすごく印象的な役回りで、松戸菜園っていう ね役でしたね。そう、あの、ね、赤星さん その松戸菜園が出る回はかなり一郎監督が担当会みたいになってたということで、うん、まあ、それ以降ずっと懇意にしていて、まあ、ウルトラマンオーブの時にもあの地図にないカフェという素晴らしいあのエピソードを演出されたんですけど、その時にもあのブラック司令役で赤星さんも出られていて、まあ、すごく長い役者と監督としての付き合いも長いお二人ですけど、まあ、そのピカイチっていうものを開くにあたってどういう流れがあったかっていう、まあ、その中で実はティガとダイナで監督された川崎京太監督との話があったとか、まあ、そういうところも、まあ、今の話ですね。川崎さんはね、あの帯子を見たでね、うん、あ赤星さんがゲストで印象的な回を撮られて、はいはい、ね、いましたけれどもね、はいはい、うん、そうですね、まあ、かなりこうあの帯子の回も
そう結構その赤星さんといえば帯子っていう方も多いと思うんですけど、まあそう地図にないカフェでちょっと帯子の会を彷彿とさせるような演出もあって、これはあの、まあ、僕が見ててこれ絶対聞かなきゃいかんなと思ってたところがあって、それも聞いたところかなりあの感動的な返しが返ってきたというかまあそれもあって、そうだからウルトラマンオーブでもね、あの15年ぶりにウルトラマンに復帰されたっていうところで、まあすごい大変だったことと、まあすごくうまくいった部分っていうのね、あの、まあ、やっぱりユーモア交えつつなんですけど、なんかかなり、まあオーブももう5年前の作品になってしまいましたけど、まあ今オーブを振り返っても面白いようなことになってるんじゃないかな。そうですね、平成のティガ・ダイナ・ガイアの最初の3部作に参加していた監督で、はい、ニュージェネレーションシリーズでも監督をしてる人っていうのは他にコナク・カズヤ監督がいらっしゃって、そうですね、銀河 S とオボリジンさんが、そうですね、うん、で、あとは一野監督だと思うんですけれども、うんうんうん、特に一野監督はニュージェネでメイン監督を、うんうんうん、張って、そういう意味で言ったらその平成の最初と最後に、うんうんうん、こうあの両方ともあの君臨した監督っていう、ね、そうですね、ことがこう言えるんじゃないのかなっていうような気がします、はいはい、それからあの一野監督ってメイン監督っていうのはその1話とか2話とか最終回とか主要な話を取る監督っていうことなんですけども、実はメイン監督であっても全体の本数はそれほどない監督もいるんですよ。そうですね、ところが一野監督ってメイン監督を張った作品ってかなりの本数その中で撮ってるんですよね、うんうんうん、これもねやっぱりあの一野監督がそれだけ一つにはやっぱ現場的信頼っていうのは非常に強いし、うんうん、なんか成り立たせてくれる、しかもこう面白い作品にしてくれるっていうのがね、うんうん、かなりあるんじゃないのかなっていうふうに、うんうん、僕なんか思いましたね。そうですね。あと僕はまだ見たことのない作品についてね、特に特撮以外の作品で触れられているんですけども、はいはい、そうですね、このあれですか、あの俺たちは天使だ、俺天のね、これのはいはい、はい、あのエピソードなんかもう本当にスケジュールがもう全くなくて、なんかシナリオも取って出しみたいな感じの中で役者としてね、どんどんガシガシでなんかもう一日の休みもなく撮ってきたっていうね、うんうん、こういうようなエピソードを聞くと、うんうん、やっぱりこれはあの一野監督がまとめたからこそできる世界なのかもしれないし、うんうんうん、これなんかやっぱちょっと僕も見てみたいなっていう、ね、そう見てみたくなりますよね、うん、思いますけどもね、まあ、俺ては僕も、まあ、実はこの本でインタビューする前にあの現役会員と一緒にちょっと見てたんですけど、うん、まあ、そうあのメインライターが最初のシリーズだと浦沢芳生さんが脚本書かれてるところがあって、うんうん、すごくシュールコメディというか見てても本当になんかわけのわからないのになんか感動するみたいな感じ で実際に出てる役者の方もかなり特撮あの出身というか特撮作品出られてた方も、まあ、メインはほぼほぼそうですし、まあ、その中で、まあ、実はこれだけ大変だったという、まあ、それをこう成立させた一野監督の凄さっていう、だ途中でね浦沢さんのそうですね、いなくなって、はいはい、もうほとんど自分たちで脚本を用意しなきゃいけない、うん、セカンドシーズンから、うん、そう、まあ本当にこう、まあ一野監督ウルトラではあんまないですけど、まあ脚本ももちろん書かれる方なので、まあ本当にその凄さっていう、まあ今回もそうなんですけど、特撮協議会ってやっぱりその監督っていう部分にすごく強くフォーカスして今までインタビューしてるんで、まあ演出もそうですし、作品をやっぱりベースで一番強くかつ長く支えるのってやっぱり多分監督っていうのすごく大きい、まあやっぱり監督作品っていうのはやっぱり監督が最終的に責任を持ってるからこそ、まあ何々監督作品っていう風に映画とかドラマって言えることが多いと思うんですけど、まあそれをこう本当に強く感じさせるというか、今言った俺天のそういう一野監督が下支えしたすごいあらゆる面で支えたドラマを一歩支えたっていう話もからもそういう部分がすごくよくわかると思いますね、うん、まあ一野監督って本当にその演出家としてもそうですし、まあ、ストーリーテラーとしてもすごいですし、あとあの一野監督ってもうもともと学校で音響を学ばれてたっていうのもあって、あ、まあ、そういう話ももちろんされてるんですけど、はいはいはい、まあ、音響の話とかあと、まあ、水中撮影とかもすごくあのできて、まあ、要は監督以外のマルチな方ですよね、何でもできるっていう、作品も多岐にわたってるしね、そうなんですよね、そう水中撮影で言えばそう本当にそういうプロモーションビデオ的なのも撮ってますし、まあ、あとウルトラマンで言うとウルトラマンコスモス2ブループラネットの中であのサイパンロケのその
海の中でのすごく美しいシーンが、まあ、そこもあの水中撮影監督で伊調監督がクレジットされている、まあ、本編と特技と水中もあるっていう、まあ、結構すごい映画なんですけど、まあ、それの時の話とか、まあ、当時の資料でもなかなかやっぱそこに関してフォーカスしている本ってやっぱり出てなかったというか、まあ、ちょっと僕もコスモスの本とか読んでて少しもう一声欲しいなっていうようなところがあったんで、そこもかなりディープに聞けたので、水中撮影の時にこういう機材を使うとか、その時に当時の監督だった北浦つぐみさんとこういうやり取りがあって畜生って思ったとか、伊調監督の本当にそういうあの喋りもすごくうまいんで、それの、 あの語りのこういう抑揚であったりとか、そのユーモアもかなり詰め込まれていて、そう読み物としても面白いし、監督の本としても面白いし、まあ、まさに一度龍一ワールドが一冊にしっかり詰め込まれることができた本なんじゃないかと、まあ現役会員のみんながすごく頑張ってくれたので、まあ、OB としても非常に面白く読めましたし、あのインタビュー本の企画自体、僕が始めた企画がここまで続いて、まあ、後輩もしっかり作ってくれて、伊調監督もこれだけ素晴らしく答えてくれたので、まあ、こういう形で結実して本当に良かったなというふうに思いますね。これははい、こちら特撮放課後 の、 あのウルトラマン Z の感想を言い合う時にも何度か来てくださったね、うんうんうん、はい、岸田閻魔さんが最後にね後書き書いていて、ね、これで、ね、僕一野さんのインタビューを読んでて、あ、こう思ったっていうところとちょっと重なるところでね、はいはい、我々がこう見てきた作品っていうのは、うん、一つの奇跡によって成り立ってるっていうね、うんうんうん、つまり奇跡ってのはどういうことなのかっていうと、そのある種その企画すれば作品が自動的に出来上がるわけでもないし、シナリオができたから、うんうん、それがそのまま作品の完成を意味するわけではなくって、いろんな要素が絡み合ってその作品ができていく時っていうのはやっぱりいろんな化学反応があるわけじゃないですか。 そうですね、それはシリーズなんか特に前の話はこうだったから今こうだっていうこともあるし、そういったことの中で本当にこうあのその時の一回性の関係の中でそれがちょっとずれると違う内容になっていたかもしれないっていうのがすごくこれ読んでて分かるんですよね。分かりますよね。だからもちろん伊藤さんが関わった作品だけじゃなくて、やっぱりこう作品というのは常に奇跡なんだなというのね、うんうんうん、というのがね非常に僕はこれを読んで改めて思いましたね。だからこういう本でやっぱ出来上がった作品をもう一回こう、うんうん、頭の中で再構成しつつね、うんうんうん、あの追体験していただくと非常にいいんじゃないですかね、うんうん、いや本当にまさに映像をよりよく楽しむための本として、はい、素晴らしくあのなったと、まあ、手前味噌ではありますけれども思いますんで、そうあの我々は文脈っていうふうにそういうふうにあの表現することが多いんですけど、そういうあのウルトラマンとか特撮であったりとか、あるいは一応龍一監督の世界っていう文脈を楽しめる本になっていると思うので、皆さんぜひよろしくお願いいたします、はい、で、ネオ消防でも最初にね入荷させていただいたのがもう、はい、あっという間に売れてしまってですね、今第2弾が置かせていただきは、はい、いただいておりますので、はい、ぜひ、興味のある方、それからね、はい、期間としてこちらにもありますけれども、そうですね、安倍雄一監督、はいはいはい、田口清隆監督、そうですね、小中和也監督の、分も、絶賛期間の販売中ですので、ぜひ、もうこれらも本当にそれぞれの奇跡の、ね、瞬間がね本当に積み重ねられている、本だと思いますので、ぜひ皆様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。